ていきます。何のメス？コクワやね。うん、ワンちゃんこれ平田、あ、ワンちゃん平田かもしれない。これ平田っぽいね。何、何ですか？ヘビ食いよった。ヘビ食いよったね。猫が、しかもすごいなこれ、息のいいマムシちゃんこれ。なんかスティックみたいになってない？顔と尻尾両方。これ切られたん？これ人に切られたんか？ちゃうな。でもすごいな。でもやっぱ2匹も猫おったん。ほんで食われとったやな。子猫どこにあった？あ、ほんまや。見に行ってもらおるわ。子猫が食いよったやな。お母さんおる。マジで子猫がマムシを食っているという。もうこれは死にたてやね。猫に襲われたんかな。ヘビを食っていました。スティックみたいになってます。すごいなあ。まあでもこの道路はやっぱりヘビの聖域やね。もう必ずヘビがおる。この間の白マダラといいね、マムシといい、青大将といいね、必ずヘビがおります。この道路は食われてました。気がかり。おー、さすが。もうヘビ探索にもなっとるのはさすがです。ありがとうございます。日ばかり、日ばかりゲット。いやでもこの道路はとにかくねヘビが多い。はい、行ってきます。樹液出まくったん。あ、取ってくれる？取れる？ガーガーエグい。ガーガーエグい。滝やばいわ。暑い。暑い。これ見てたけど、ほら、見てくれ。何？あ。おるんやな。そう。はい、カブト。はい、ゲット。はい。カブトはもう嫌なほどおるね。できてました。カブトメスです。もし引かれた、引かれた、引かれたてや。これノコギリ、ノコギリ、ノコギリ欲しいね。なんか切ないな。潰れた仲間にノッカット、切ないね。これはこうやっぱ来るね。これノコのメスよ。これそうそうそう、メスと、まあ、ある程度、ある程度のサイズのノコのオスやね。うん、欲しいな。ここでもやっぱおるね。隠れずに来るね。何かしら。あの子で。ちゃんとおるな。動きよ、動きよ、このノコ。ノコのメス発見。はい、ゲッツ。あー、山かがしか。山かがし。山かがしでございます、これ。死んでおります。人に会いたいですね、これは。これは三山のノコギリかな。ノコギリのメスかな。イカか。うん、カジカやな。普通にびっくりした。何がいるかな。大きいな。カジカ。あ、でかいな。三山のメス。うわー、もうもったいな。くそー。出来たてやな、これ。結構。サナギから出、もう多分、浮かしたてとかかもしれない。もしかしたら。でかいね、このメス。ゴミ虫が食ってますね。くっそー、うっそだけでこんだけです。すごいね。オスだけでこんだけ。オスだけで15匹取りました、一晩のうちにね。そしてメスが5匹と、メスが5匹。そしてまあこれが平田のメスですね。昨日の晩だけでね、平田のメスと、これが平田の小さなオス、平田の小さなオスでございます。
すごい、カブトムシがすごいね、とにかく。カブトムシはようけいますね、本当に。いくらでもおるね。あ、すごい。じゃあこれをちょっともう逃がしていきますね。森へ逃がしてまいります。ほんとかっこいい虫ですよね、カブトムシって。まあ、寿命は短いですけどね。ほんでね、このカブトムシたちすごい、多分出てきたてなんですよ、かなり。かなり出てきてすぐなんで、この角と角の間で挟まれるんですよ、グイって。めちゃくちゃ痛い。すごいですよ。そこで挟まれるんですよ、かなり。めっちゃ力強い。じゃあ、ちょっと行きますよ。すごいよ。すごいよ。全然元か。うらうら、すごい、うらうら、すごい。バカ取れ、バカ取れ、バカ取れ、すごい。これバカ取れよ。やったね、これ、これこそバク取れ、バク取れ、バク取れ。見て、はまれていきます。うれ、これすごいね。この量すごくない？これすごくない？うわー、すごいね、これはまれていく。気持ちいいね、これ。バクトレ、バクトレ、バクトレです。すごい量。いった。離れてくれ、これ。離れてくれ。行ってて。行って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 。やばい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 、バクトレ。カブトマン、カブトマンやね、もうこれ。カブト、カブカブの実の能力者やね、これは。カブトマンになりましたよ。こんだけいるとちょっと餌代がね、大変なことがあるんで、ちょっと。カブトムシはもう一晩で、プリンカップ、ゼリーカップ、空にしちゃいますから。見やすい。雑木林に出してまいります。これ離すの大変で、強いな。よし、残すんだね。頑張れよ。まあ、街灯から取ってきたやつもあるんだね。林に逃がしてあるから雑木林に入る感じでしょ。この子強いな。まあこんな感じで一晩でこんだけ取れました。まあ皆さんもこれからカブトムシシーズンですのでね、カブトムシ取り、お子さんを連れて、またはパパとママとね、行ってください。それではご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。クヌギの木があるんで、この上に逃がしてくれますか。もしポイント、ここでいいね。うん、もうそこにクヌギがあるんでね、クヌギ林が広がって
うわすごいな。すごいな。今野生に返します。さよなら。またね。また会おうぜ。